はい、皆さんこんにちは。小柳あつむさんの登場です。大地の田、働く、第六章、国別に入りたいと思います。はい。今日は帽子かぶってないですね。帽子かぶってない。はい、トレードマークですからね、帽子は。ニューヨークハットで、叩いて、フェリア、綺麗ですね。フェリアは何歳の時に大地の田を歌ったんですか？40歳だと思いました。それで、40歳で亡くなったと思ったんですよ。歌った後に亡くなったんですか？そうですね。あ、ライブをやってそれを残して、原因は何でしょう、死因は。ガンだったと思うんですよ。後頭部バレたが、ね、歌いすぎってことはないんですか。歌いすぎもありましたね。バレたが大好きだったって言ってました。美人だし、そういう美術的な、わがと思うよ。で始まって、ちょっとこう、まだ光明が見える前なんですが、私はこの世では生きることはないと思うな。宇野候補さんのね、役地がすごい良かった記憶がありまして、はい、どんどん出て、幸せ。これは何学章ですか？6学章。最後の章ですか？終わりの8分ぐらいを撮ってみて、はい、ここからオーケストラを移って変わり、この心がもうこう、なもう絶望感のある人ですね。もう1、2、3、4、5学期もね、絶望やら、もう儚い夢やら、当てのない、こう喜びを描いてるんですけど、ここで、その絶望から光明があるんですね。作りがあるんですよ。永遠的な美を、こう、宇野さんは、マーラーは、死を恐れていたって言っていて、それは永遠を恐れていたって言うんですけど、これは永遠を恐れたっていうより、永遠の美を求めていたっていう、と思うんです。自分ではね。で、この気の遠くなるような、分厚い、美は、ユダヤ人、マーラ、祖国を知らない、祖国を知らない、マーラの全作品のもうダントツのね、1位で、そしてワルさんのおびただしいレコードの中でも第1位になるんですよ。ここで巧妙の、これ、読みの国ですね。読みの国ってなんですけど。ごめんなさい、ごめんなさい。エミちゃんって人がいるんですね。エミちゃんは僕のお母ちゃんです。エミ子、恵むに美しい子供。すごいいい名前ですね。本当、もう、長生きしてほしいですね。はい。長生きしますよ。100まで行きますね。100まで行きますよ。100なんか、はい、もう。ギネスのに乗るかもしれないですね。ちょっとビデオが切れてみましょう。あれ、願いが叶うんですね、切れたってことは。叶うでしょうね。はい。ビデオが切れました。願いが叶う。もうここはもう、通すで切りください。もう、フェリアの。
頭の悪いことは、詩が思い出せませんね。あ、思い出しました。コロナ、憎いですね。コロナ、憎いですね、本当は。早く、退散してほしいですね。そうですね。あの、これ、あの、映写の記録。春になれば、はい、愛してる大地からは、はい、花が咲くんだで、はい、木々は青く土だで、はい、永遠に輝きを語る永立句、永立句、はい、と同時に曲の幕は全部をあのくくるわけなんですが、はい、子供も糖水日って言ったらないですね。はい。痺れますね。はい。もう、あの、もう本当にアートっていうのは、はい。あの、もう、愛から愛なんですね。はい。ね、全てそうです。はい。愛から愛です。はい。うん、コントラルトの美しさ。コントラストですか？コントラルト。あの、声の高い。ああ。ねえ。これはもう、裏声じゃないんですか？もう、そうかな、うん、ちょっと高い声、うん、って、それで、エーリヒ、このマーラーのね、はい、あの、永遠にで、うん、これは止まることじゃないです。あ、永遠に永遠ですから、はい、あの、この美しさは、あの、終わることがないんですね。はい。ええ、ユダヤ人。マーラーの洞窟であった人生、はい、その尊敬さが、はい、ね、それで弟子の、はい、唯一の弟子になったね、はい、最後の唯一の弟子になったブルノワルタにね、はい、ね、どう心からありがとうございます、はい、いつまでも、永遠に僕たちの前にこの曲の美しさは残るわけなんです。神に誓って、この曲をもう皆さんに捧げますか？皆さんに捧げたいですね、はい。本当にこの曲は、まあ、光悦の世界ですが、はい、もうここではもう涙を、美しい涙を流すしかないですね。はい。ポロリポロリと落ちる涙、それこそが、はい、あの本当の涙でという、もう一つがね、古くなっている涙に近い、そして美しい涙を入れるのが、春の、マーラーは大自然をね、はい、自然を愛しました。じゃあ、人間をね、はい、誰よりも愛した人なんでしょうね。これだけ書いていたです。まあ、そう。もう、はい、じゃあ、みんな、あの、また会える時まで。よかったら、あのちょっとあの行ったり来たりして、あの、今日、ごめんなさい。あの、曲案内がうまくちょっと飛んで飛んで、しょうがなかったので、すみませんでした。ぜひ、よかったら、グッドボタン、ね、登録と、うん、グッドボタン、お待ちしてます。ありがとうございます。コメントも。うん、コメントもよろしくお願いします。いつも、夢を語る声でいたいです。はい。じゃあ、さようなら。さようなら。Yeah.